歌うまつまれつばチャンネル。あ、負けた。今日はゲストに夏木陽子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バラの憂鬱とため息の向こう側を配信させていただきましたけれども、はい、せっかくですから今日は陽子さんにこの作品について伺おうと思いまして、はい、はい、発売から3ヶ月経ちましたけれども、ため息の向こう側どうですか？すごくね、やっぱり涙してくださる方もいたりして。そうですよね、はい、もう曲の内容がそういう内容ですから、うん、ここに実は先生方の貴重なコメントが今回は書いてあるんですけれども、はい、このため息っていうのがどんなため息なんでしたっけ？その場でこう、あーっていうのではなくなくてね、深い悲しみというか、うん、もういわゆる絶望ですよね、うん、大切な方を亡くして明日をどんな風に生きようかなとか、明るい気持ちになれる日は来ないんじゃないかっていうぐらいの深い悲しみの深いため息。もうそういう心境ってなったことありますか？実はね、こう見えてもあるんですよ。こう見えてもそうなんですよ。あるんです。父が亡くなりの、ゴールデンレトリバーが亡くなりの、立て続いた時期があったって教えてましたよね。もうね、ずっとやっぱり一人でああっていう感じの、なんか楽しいことがあって、でもお家に帰ると、うん、なんかちょっと泣けてきてしまったりとか、うん、ずっとそうでしたね。 ある日を境にこう、あ、でもやっぱり鳥は鳴いていたし、うん、ね、風もこう風を感じたりとか、綺麗な緑を見たりっていう、何かこう息吹が、うん、吹き込む瞬間みたいな、あのすごくその展開がはっきりしている曲ですから、やっぱり前半はこのこんなに空が青いなんてとか、こんなに花が綺麗なんてって、そういうことにも気がつかずに塞ぎ込んでいた、悲しんでいた自分と向き合った末に訪れた希望ですよね。それがこのサビの中ではすごくはっきりしているので、そこを伝えていけたらこの作品はすごくいいのかななんて思いますけれども、ね、やっぱりいつまでも沈んでちゃいけないって、なんかそんな雰囲気でこう明るめにこうよしみたいな感じで歌ってますね。やっぱり希望を持ってっていうことですよね、はい、また明日も頑張ろうって思えるみたいな、そういうこの希望感を陽子さんの歌唱の中でも伝わります。もうレコーディングまでね、レッスンしていただいて、もう一言一言やっぱり語るように、はい、あの歌ってくださいって言っていただいて、はい、もうビシバシとやっていただいてます、ね、誰ですかそれ、はい、私、はいはい、この最初の2行大変でした、ね、大変でしたね。あの暗く歌うと言葉が引っ込んじゃうし、はい、明るく歌ったら怒られちゃったし私はサビの部分からあと最後のところが好きなんですけれども、最初やっぱりずっとこう来た時になんかこう落ち込んでる気分で来て、その後サビになってパッと切り替えて、このままじゃいけない、頑張らなきゃ、もっと明るく生きていこうじゃないけど、ちょっと明るく希望を持つような形で歌わせていただいてます。まあ今までこう落ち込んでた長いため息があるんだけれども、でもあなたがいるから前を向いて歩けるっていう希望が最後にこうほんわか残るような、そういう風に歌ってみていただけたら嬉しいです。あんまりでも喜び楽しみで 歌ってしまうとまたちょっとね怒られそうなんですけれどもオケがこうしっかりとしているから弾むと明るくなっちゃうんですよね。明るいは楽しいの方の明るいではなくて、希望を持つとか温かいとか、時の経過とともに悲しみよりも、あ、そばにいてくれてるんだって思える瞬間ってきっと温かい感情に包まれるんじゃないかなって思うので、はい、そういう希望とか温かさとかがいいのかななんて思ったりしますね、はいはい、私はあの最初の2行3行ですかね、こんなに空が青いなんて、こんなに花が綺麗なんて、あの日から気づかずに生きてきたのところが、うん、感情を入れちゃうと、さっきも言ったんですけど言葉引っ込んじゃって、うんうん、なんか悲しみに暮れちゃう感じになっちゃうじゃないですか。でも逆にこう明るく歌いすぎるとまたおかしな感じだし、うん、そこの塩梅が難しいですよね。難しかったですね。それで決まりそうなので、いつも毎回歌うときはそこで台無しにならないように、この2行 で最初だってね変なのしくじっちゃうとなんか全部こんなに空が綺麗
ってなっちゃいますからねそこは気をつけていただければ。そうです、ワンフレーズを作るんでも本当に苦労して、うん、こうレコーディングに臨んだ、はい、そんなねあのエピソードもありますけれども、必ず一人ではないとか、明日に希望を持ってまた生きていけるっていう ね、そんな応援歌になっていったらいいかななんて。はい、はい、私も頑張って歌いますので皆様も頑張ってよろしくお願いしますよろしくお願いしますと、はいね、全国キャンペーンでどこまででもね呼んでいただければ、はい、ぜひもうどこまででも伺いますのでぜひお声掛けいただければ陽子さんのアメーバブログもねすごくランキングがいつも高いところにあって、なんかねボケたことを書いてるつもりはないんですけれどもなんかボケてるとよく言われますね。ボケてる、はい、あそうなんですね、はい、そんなボケてるかもしれない陽子さんのブログを、はい、ぜひチェックしていただければと思いますので、はい、ぜひ、夏木陽子さんのため息の向こう側とカップリングのバラの憂鬱、はい、たくさんの方に聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録、いいねボタン、あれよろしくお願いします。グッ、なんで中途半端チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。